すごくやばいです。今もうね、目もかゆいし、くしゃみが止まんないです。何より、あ、ゆきにゃんにゃんさん、なんだこれ。お、ありがとうございます。そう、私昔すごい花粉症があって、でもね、治ってたんですよ。そしたら東京に来たら花粉症を再発しちゃいました。鼻水はあんまりなくて、鼻がすごいムズムズしちゃうのと、くしゃみと目ですね。みんなも花粉症、東京、なんか東京ってあれなのかな、花粉の種類が違うからまた違うことになるのかな。ちょっと待ってね。よいしょ。お目目に。少しだけ化粧、お化粧を足しました。はい、ちょ、あ、なんだこれ。おー、すごい、白熊さん、わーい。なんかひな祭りか、ひな祭りのエフェクトのやつだ。白熊さん、ありがとう。前髪切ったらさ、短くなっちゃったよ。あ、7月30の2部当たりました。やった、7月30ってことはリアルお話し会だ。嬉しい。ねんねんさん、虹色の星ありがとうございます。何花粉なんだろう、今飛んでるのは何花粉なんですかね。私今日夜ご飯にオルナミン C 買いました。ちょっと飲みます。あとささみ揚げも買いまして、ちょっと食べてる。うん、ゆうきにゃんにゃんさん、チュリップありがとう。じゃあ今日は、あ、あとこれ買いました、こんにゃく畑。これ大好き。好きな人いま、いりますか？いりますか？じゃないわ。いますか？あげません。間違えた。はい、日付。あ、そうそうそう。今日はだからお話し会会議をしたいと思います。お話し会会議です。の前にちょっと私。あの、待ってね、ちょっと自慢したいことがあるの。今日私はちょっとお買い物、まあ服とかのお買い物じゃなくてグッズ的なお買い物をプラプラとしてて、なんかすごい引きたいくじがあったんですよ。初音ミクちゃん、初音ミクちゃんの引きたいくじがあって、それが2月25日に、販売されたやつなんだけど、3回引いたんですよ、3回ね。そしたら見て、やばいんですけど、これは C 賞ですね。言って出します。じゃじゃん、A 賞当たりました。3回引いたら A 賞とB、あの C 賞ですね、これ C 賞と、あの普通の F 賞ですかね、が当たって、
私が欲しいのが、うーんとね、ABCDD 章ぐらいかなの、なんかヘアバンドみたいなやつだったんですよ。そしたらもうめちゃめちゃでかいのがいっぱい当たってびっくりしました。嬉しいですまたグッズが増えましたね今日。本当にでも初音ミクちゃんの3月9ミクにちなんでなんかねくじが発売されるんですよ。そっちの方が本命だからこっちで運使っちゃったからあちゃーって感じなんです。3月8日に発売されるそっちのくじの方がめちゃめちゃ欲しくって。カツリンさんレターありがとう。ゲンタさん虹色の星ありがとう。だから運使っちゃった。あとねちょっと待ってね。じゃあランダムグッズも買ったからこれも開封式で、チェーンソーマングッズも買ったんですよ。ちょこっとだけこれの開封式をちょっと5分くらいでしていきたいと思います。まず買ったの1つ目、マキマさんのヘアピン、嬉しい。これ使います、劇場とかの時にこれ使って前髪止めてメイクします。マシさん虹色の星10個ありがとう。オンラインお話し会5月28日の一部当たった。5月28日はオンラインか。ありがとう。一部って早いのにさ、ありがとうね。みんなさ、私今回1部と2部がすっごい多くて、私自身も早起き苦手で大変、大変っていうか苦手だし、みんなもさ結構10時からって用意するの大変じゃないですか。すごいさ、すごい嬉しいです、一部から来てくれるなんて。で2個目、じゃじゃん、ちょっとこっちで見せます、ちょっと怪しいので。これメモ帳です。あ、のぶたさん、チューリップありがとうございます。開けます。これずっと欲しかったやつなんですよ、メモ帳。イージーリベージのメモ帳です。遠足と一緒で起きれますよって、本当頑張っていくよって。 ありがとう。あ、ケンタさんレター10個、 ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。これ欲しかった。君が大人になって何かに寄りかかりたくなったら返してあげる、いいですね。これ姫の先輩のやつです。キャー、あら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 、こんな感じになってるらしい。これあ、なんかそう、気楽に復讐よ、おおって書いてるやつなんだけど、嬉しい。デビルハンターなんて短命なんだから吸っちゃえばいいのにっていう。うわー、めっちゃいい。これ使えませんね、メモ帳。嬉しい、これ欲しかったやつ。みんなこれでなんか、これみんなもこれ買ってください。それで劇場で、ま、送ってください皆さん、私のこれ送ってほしい。これくるくるにしてなんかタバコみたいにできるらしいです。へえ、みんなこれ待ってるよ。これでファンレターとか送ってくださいよ。あとこの前のやつものファンレターも全部見たし、これメモ帳です、メモ帳。生誕ん、お誕生日のやつの何だったっけ、アルバム、寄せ書きみたいなやつ受け取りました。皆さんありがとうございます、嬉しい。
そう、まだ見てる途中なんですけど、ゆっくり読んでます。ありがとう。アニメートで買ってないんですけど、アニメートで売ってました。あっちゃん、あっちゃんさん、コンペイトありがとう。そう、メモ帳、そう、いいシーンのやつなんだよこれ。じゃあこれ、私あと最後にこれを買いました。これね、わかんない、よくわかんないけど、なんか安かったからとりあえず5個を買いました。まあ、100円です。1個、21種あるらしい。なんかレア的なやつあるのかな。チェンソーマンからウェハースもなんか発売されるらしくて、私ウェハースがあまり好きじゃなくて食べられないんですよ。ウェハース、ちょっとみずみんにあげようと思って。みずみん、ウェハース、いつも私がプリキュアとかの買った時にあのあげるって言って喜んで食べてくれます。あっちゃんさんありがとう、ハートたくさん。ケンタさん、ハートたくさんありがとう、嬉しい。キットカットは好きです。でもウェハースがなんかね好きじゃないんです。じゃあ開けていきます、パッパと。よーし、じゃじゃん。なんかすごい、いきます。じゃん、おー、パワーちゃんのシーンですね、にゃーこと。すごい、生地がいいです。ちゃんとなんか水に濡れても大丈夫そうなやつです。キーボブさん、まさひろさん、ありがとうございます。じゃあいきます。次、もうこれはあの袋はなんか1個だけ綺麗なやつ取って、それに全部入れます。お、電磁です。電磁がちょっとここだけ素の出てる、ちょっとやられかけのやつですね。ん、やられかけの電磁です。いいですね。なんか綺麗に開けれるやつ作ろう。1個、どこらしょ。裏面も光るよって書いてる。じゃん、わ、ポチタ出ました。へえ、チェンソーの悪魔、デンジと契約をし、デンジの心臓となるって書いてる。いきます。じゃん、お、マキマです。へえ、あれ、なんかさ、1,2,3,4,5,6 6枚買ってました、間違えてだから6枚買ってました。あらら、じゃあこれ、お、秋です。じゃ最後の1枚いきます。じゃーん、じゃん、あ、これ好きなシーン、これ嬉しい。おしまい。被らなくてよかったです。結構21種の6だったら被っちゃいそうだけど、被らなかったから良きですね。しかも好きなシーンも出たことで、し、ですし、なんか保存しておきます。なんか綺麗な袋ないの、これに入れて持って帰ります。よし、じゃあお話し会会議始めます。あとね、ここにつけてるストラップ、携帯にねストラップつけました。それもこれも買いました。これめっちゃ可愛い、これ携帯につけてます。よいしょ、ちょっといただきます。まあ、お話し会会議、どういう服着ようかなみたいな感じで、日付
とメモりました、オンラインと。みんななんか、じゃこの日はこのイベントが近いっていうのがないかな。どうしよう、みんなさんはどんな私が見たいですか。私はできるだけコスプレっていうか私服で行きたいんですよね。おしゃれな服の方が好きなので、好きだし、私服だったらいろんなとこお出かけできる、一回きりじゃないから、からできるだけ可愛い私服に頼りたいと思います。の中でどうしよっかな。オンライン一回パシフィコ横浜ですかね。一回でコスプレをしたいと思います。うん、そうね、そうします。だからこの新しいシングルの中でコスプレするのは2回です。レア枠です、これが。お、ケビンビンさん結婚して10個ありがとうございます。やばい、くしゃみがちょっと、鼻がめっちゃムズムズします。で、一個すごくなんかしたいのがあって、それがなんかチェーンソーマンの第2部の制服です。多分皆さんチェーンソーマン制服って調べてくれたらわかると思うんですけど、ちょっと私立の学校っぽい感じで、こういうつなぎの制服みたいな感じで、ちょっとコスプレまではいかないんですけど、チェーンソーマンの制服を着る生徒、朝と夜の制服、そうそうそうです、そうです。まあ制服になりますね、制服のそのコスプレをしたいと思います。のぶたさんコンペットありがとう。どうですか。あ、じゃあそれはうん、どうかな。みんな制服したいです。私その日にちをすごい決めたくて、でもせっかくならこれは現地でやりたい。あ、現地で2回しましょう。パシフィコ横浜と幕張メッセもあるので1回ずつします。オンラインとパシフィコ横浜と幕張メッセ1回ずつに、1回ずつでコスプレします。北襟さん、虹色の星ありがとうございます。いい感じじゃないですか。あ、ネタロウさん、虹色の星 5個ありがとうございます。5月6日は私服じゃないってことになるのかな。5月6日は一番初めの何、お話し会なので、一番初めからコスプレはちょっと控えます。だから一番初めは私服でいきます。可愛い系でいきたいと思います。どうしよっかな。現地でそのやつやりたいから、ちょっとリップ塗りすぎちゃった。幕張の券取れました。わ、ありがとうございます。嬉しい。どっちがいいですか、パシフィコ横浜か幕張メッセ。これアンケートとか取った方がいいのかな。どうしよう。
チェーンソーマンのアンケートしたら入れてくれる？みんな。こうさん、こうさん、くまちゃん、わあ、こうさんありがとうございます。ありがくま、ありがとう、嬉しい。いい？じゃあアンケート取りますね。1がパシフィコ横浜、パシフィコ横浜で、2が幕張メッセですでします。テロップじゃない。でこれはチェーンソーマンの制服のコスプレの話です。いきます。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。パシフィック横浜は初日抜いたら3回あります。全4回で、幕張メッセは2回です。ケビンビンさん、かわいい、ありがとうございます。じゃあ38分になったら切りますね。あ、け、あ、そ、あ、ケビンビンさん、かわいい、10個だ、嬉しい、ありがとうございます。初日は私服って決めてます。5月だから何、半袖とか着れるのかな。もうどうなんだろう。もうさ、5月の気温を忘れちゃいました。どんな感じだったか。半袖着れるっけ。でも今日ね、昼間あったかかった。あ、じゃあ切ります。じゃん。お、パシフィコ横浜です。ってことはパシフィコ横浜です、決定します。じゃあ、5月7にしよっかな。パシフィコ横浜で始まってパシフィコ横浜で終わるんですよね。だからその2個は私服にしたいです。初めと最後は。5月7日は7月29日ですね。みんななんでパシフィコ横浜がいいんですか？5月7日、そうですね、5月7にします。5月7日。じゃあ5月7日はチェーンソーマンの制服に決定。近いんだ。へえ。幕張メッセは駅から遠いから。皆さん幕張結構遠いんですね。よーし、じゃあ制服、じゃあこれチェーンソーマンの制服にします。ほい。じゃあ、あとコスプレあと2回くらいしたいんですけど、何にしようかな。コスプレじゃなくてもなんか浴衣とか、夏なので浴衣とかした方がいいんですかね。でも浴衣って自分で着るの大変な気がする。6月って浴衣早いかな。早いよね。1部と2部で浴衣に着るの大変そうだなって思って、結構皆さん着てくれるみたいで嬉しい。7月29日かな、浴衣どうかな。7月29日に浴衣、なんか結構調べたら浴衣上
上下で分かれて着やすいやつとかもあるらしいので、そういうの浴衣着て会場へ、あ、もういいかもしれないですね。ありかもしれない。だって朝早いから全身見えるのかな、どうなんだろうね。なんかここら辺かな。7月29だったらあれですね、浴衣着やすそう。他にも着るメンバーいそう。そうですね、そしたら一緒にお写真とか撮ってもらえたりしたいです。お話し会申し込みました。本当ありがとうございます。今あれ3時受付とかしてますか。2時が終わったんですよね。なんかすごい早くて、スパンがいっぱい告知したら皆さん迷惑かなって思って、7月29 3時だよね今。よかったら皆さん今3時受付中ってつけとこ。みっちゃん、みっちゃんさん、ハートありがとうございます。7月29じゃあ浴衣しようかな。コスプレ結構4回くらいするかも。7月29はやっぱシリコ横浜いっぱいだもんね。そうね、7月29浴衣どうですか。あ、ひでりんごさん、コンペットありがとうございます。浴衣いい、みんなどうかな、浴衣。浴衣私結構意外と浴衣は黒系とかが好きです。シックな感じ。じゃあ7月29日は浴衣にします。ちょっとねお茶飲みます。浴衣いい？じゃあ浴衣にします。夏だしみんなもぜひ浴衣着て会いに来てくれたら嬉しいです。うん、山増さん、コンペートたくさんありがとうございます。あっちゃん、あっちゃんさん、コンペートたくさんありがとうございます。はい、2個決まりました。でどうしよう。パシフィック横浜は、お、あ、タムタムさん、わーい、エフェクトのやつだ。あ、ここがさ、これになってたんだね。ありがとうございます、タムタムさん、ひな祭りのエフェクトありがとうございます。じゃあ幕張メッセ、幕張メッセは7、8部なのでどうしよう。嬉しいですね、7、8部は結構。どうしようかな。6月17と18なんですよ、幕張メッセが。何がいいと思うかな。何がいいと思いますか。パジャマ、パジャマとか。でもリアルでパジャマって変か。あ、ナスちゃん、コンペートありがとうございます。オンラインでパジャマとかどうかな。なんか7月8と9とか、オンラインが7月8と9で、メイドとか、あ、メイドね、いいかもしれない。メイドどういうやつにしようかな。黒のやつか。7月6、あ、6月ってなんかメイドっぽい。わかんないけど、わかんないけど、あー、
着ぐるみっぽいのね。いいかもしれない、パンダとかひよこの着ぐるみっぽいのとか。だから私去年のハロウィンはひよこを着たんですけど、そんな感じのあれだよね。そう、着ぐるみ可愛いかもしれない。でもなんか難しそうだな。チャイナとかかな。あとチャイナ、うん、中勝さんだ。コンペイトありがとうございます。もう一回来たりしますか、ひよこ。それか、チャイナは持ってないから、なんか探します。どう、ちょっとリアルの方は、うん、現幕張でやるの。まあさん、コンペイトありがとうございます。幕張でやるのは、去年来たひよこのコスプレ、ひよこのコスプレのあれ、尻尾が可愛いしふわふわしてるんですよ、ひよこのコスプレと。チャイナのコスプレと、メイドのコスプレ、3つかな、3つです。どれにしようか、アンケートを取ってもいいですか。アンケート、ひよこはあれオンラインだったから、ひよこをリアルで見るチャンスですよ。もしでも今回やらなくても、また今度またね、次があればリアルでしたいし、いつでもできるので。どうですか、クロノペイントさん。チュリップありがとうございます。いい？じゃあいきますよ。1が何だったっけ、1がちょっと待って、あれ何だったっけ、チャイナ ?1 がチャイナ、2がひよこ、3がメイド。はい、いきます。白熊さん、チューリップのブーケありがとうございます。いきます。あ、間違えた、テロップを変更。はい、いきます。テロップ編集しちゃう、この間3時受付中って書いたのに。1がチャイナ、2がひよこ、3がメイド。50分になったら締め切りますね。エンジいいね。そうね、子供の日の近くとかね、もう埋まっちゃったけど、もし次あればやりたいね。次のハロウィンとか、1チャイナ、2ひよこ、3メイドです。あ、50分だった、もう早い、締め切っちゃうよ。じゃあ5 4 3 2 1、終了。お、1です。ってことはチャイナだ。すごい、めっちゃ僅差だよ。1が 41.5%、 3が 40.8%。 じゃあ1のチャイナになりました。で、そうですね、幕張メッセ6月17と18なので、どうしようかな、どっちがいいですか。6月17と18、18かな。チャイナの横浜じゃないの、いいね、いいんかい。いいんかい。
ひよこを見たかったですか？じゃあひよこまたね、機会があればということで、その時にまた見に来てください。チャイナにあった髪型、チャイナ、あ、なんかね、ここにさ、お団子みたいなやつつけたいです。よくあるやつ。18でいいですか？ちょっと唇に潤いを。なんか今日あれだな、18で大丈夫です。18で大丈夫です。みんな優しい。じゃあ18、6月18幕張メッセはチャイナに決定します。6月17は私服で行きます。17が幕張メッセ最初なので、なんか最初はね、どうしても私服で行きたいっていう謎のこだわりがあるので、でもなんかある。10イベント17日申し込んじゃった。じゃあよかったら18日も待ってます。じゃあ18日がチャイナ、チャイナー決定。よし、じゃあオンライン、オンライン、そうね、オンラインどうしようかな。なんかメイドとかは絶対リアルで、リアルの方がいいですよね。ってことは自作また次のちょめっちゃ気が早いんですけど、次のシングルとかで待っててくれたりしたら嬉しいです。何か被り物、そうね、何か被り物のいいかもしれない。なんか最近流行りのこういうやつのさ、うさぎこういうやつのうさぎ、あ、お、入っちゃえありがとう、ヨンサモさん、ひな祭りのエフェクトありがとうございます。カチューシャとかリボンとか、そうね、どうしよっかな。あとエンジ、そう言ってたエンジとかどうですか？どうかな、かぶり物かエンジだったらどっちがいいですか？うん、ケンタさん、クマありがとうございます。嬉しい。エンジもいい？本当？じゃあオンラインで演じしようかな。演じですかね。そうね、演じいいかもしれない、オンラインで。だってさ、こう帽子かぶってさ、ここら辺にあったらさ、結構オンラインでもさ見えやすいでしょ。かわいいかもしれない。うん、ねたろうさん、クマありがとうございます。嬉しい、ありがとう。お、みっちゃん、だるまありがとうございます。マッチンさん、コンペットありがとう。じゃあ、エンジね、どうしよう、日にちは5月か7月はどっちがいいかなね。あ、そう、ワンショットで写真に残せるからいいかも。そう、そういうのもあるかな。オンラインもなんか一つ派手めな、5月と7月だったら、なんか5月の方が子供の日っぽい。5月って子供の日だったっけ。5月、またね、5月に決めといて、7月とかだったらまた付け足せるもんね。先に5月らへんに
決めてて、7月またしたくなったら他のコスプレとか考えたらいいから5月にしますね。5月28か29どっちがいいですか？5月29かな。5月は子どもの日。5月は子どもの日っぽくないですか？なんか勝手に子どもの日っぽいなって思ってる。5月28日。これアンケート取る？これアンケート取れますか？すごい。うん、マーチンさん、コンペートありがとうございます。今のところコスプレ全部日曜日。ああ、そうなのか。これは土日でずっと続いてるのか。土曜日の日があってもいいかもしれない。うん、あっちゃんハートありがとうございます。アンケート取る？あれ、アンケート取っちゃいましょう。1が28日、1が28日、2が29日、いきます。どっちでエンジのコスプレをするか。1が28日、2が29日、どっちがいいですか？じゃあと10秒で終わります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。1が 65% ってことで、5月28日はエンジンのコスプレに決めます。みんなありがとうございます。コスプレの日程これで終了かな。もしかしたらオンラインの7月の方また付け足すかもしれないけど、一旦はこれでコスプレの日程決めました。またまとめん、コスプレの日程を決めたやつはツイートするのでそこで見てください。じゃあ最後に、最初はパシフィコ横浜の5月7日1部と2部にチェーンソーマンの制服のコスプレします。嬉しい。これは私的に個人的にしたかったからさせてください。で、次オンライン5月28日の1部と2部に園児のコスプレします。幼稚園児のコスプレします。で、次が幕張メッセの6月18日7部と8部にチャイナします。チャイナしちゃいます。はい。で、最後がすごい嬉しいです。パシフィコ横浜7月29日の1部と2部で浴衣します。わーい、浴衣ってことでオンライン会議終わりたいと思います。またね、私服とか、その日の季節にあった可愛いやつ、私結構ね可愛い系の着ますね。大人っぽいのも最近いいなって思ってたんですけど、やっぱり可愛い系が最高だなってまたね思い直しました。みんなはどういう系が好きですか？なんかスポーティー系が好きですか？のんたさん、ひな祭りのやつ10個ありがとうございます。みんな待ってるね。私は可愛い系のやついっぱい着ます。ゆうちゃん結婚してありがとうございます。10個だ。
ありがとう。可愛い系の服で行くから、皆さん私服もぜひ、本当に可愛い系だから見に来てください。いろんな私服着ようと思います。でもはい、ちょっと待っててください。1分1分